はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、前回ですね、まあ、前回というか、一昨日とかになるのかな、わかんないけど、こちら、この記念ガチャですね。7500万ダウンロード記念チケットというかね、チケットじゃなくてこっちか、ガチャなんですけど、まあ、とてつもなく神ガチャだと。もう本当にキャラクター的にもう、ツイッターとかでもやっぱりもう、これ、ロジャーよりこっち引くべきでしょ、みたいな。やっぱり、かなりね、コメントがあって。まあ、もちろん僕は2周までする予定なんですよ。これはね。やっぱりかけら100個、これが大きいし、まあ、あとピックアップキャラ確定もやっぱり全員強いんですよね。もうウルティ、マルコ、ビスター、ゴッドウソップ、まあ、あとシャーロットプリン、ね、ネコマムシと、まあ、かなり強いキャラクターばっか、まあ、特にやっぱりウルティだよね。ウルティで、あと個人的にはやっぱりプリンかな。で、あとこれゴッドウソップ、このゴッドウソップ絶対来るから、今後なんだろ、今後多分青属性になってくるじゃん。間違いなくてか、青ちゃんが来たらおそらく青属性の環境になってくると思うんですよ。で、そしたらそこで現れるのが緑なんですよ。で、緑が出てきて、要はそっからゴッドウソップが多分活躍すると思うんで、ゴッドウソップも欲しいね。まあ欲しいというか持ってんだけど、やっぱり80にしたいから。まあでもまずはウルティだよ。このウルティをぜひゲットしたいから行きましょうか。とりあえず200個っていうかね、課金してきたんで、まずかけら100個いただきましょう。もう正直これだけでもいいからね、かけら100個あるだけでも。これはマジで強い。行きます。でももちろん、頼む、旗は頼む、黒はやめて、マジで黒はやめて。うしよしよし、よかったよかったよかった。もう旗がさ、最近黒率が異常に高いのよ、私あまりよろしくないんだよね。そしてウソップ赤か。まあでも爆死じゃないだけなんかいいって考えになっちゃってるな。ダメだな、危ないな、この感情は良くない。普段からなんかポジティブな考えを身につけておかないといけないというのは分かっているのでござるが、アタック、ウルティウルルルエス、懐かしい懐かしい、めっちゃ懐かしいの来たな。ピックアップでも何でもなかった。いや、しかし、まあ、ここでもう一体バウンドマン来たら、まあ、幸先いいよって話にはなるんだけど、どうかな。でも、金旗に32に赤がだからワンチャンもう一体ぐらいバウンドマン来てもいいかなと思っちゃうんだけど、ダメでした。懐かしいエース来たね。なるほど、80レベル。まあでも、サポートにいいんじゃない？青のサポートにね。うん、青シャンこれから来るから。サポートっていうか、まあ、データ、これ。まあ、ポイント上げにはいいんじゃないかな。はい。というわけで、じゃあ、ピックアップキャラ確定ですよ。ここ、5分の1かな。ウルティ。まあでも、他でもほんと全然いい。まあ、ネコマムシがあれかなってぐらいだけど。うん、まあでも全然大丈夫。全然ネコマムシでも嬉しい。ほぼ、全キャラ当たりみたいなもんだからね。いや、ほんと、って言っても、これはまあ、確定なのか。わからん。分からんが、でもこれ珍しいよね。これは珍しいんですよ、絶対。はい、これさ、どうなの、これ確定の4とは別にってこと、これどうなんざんしょ分からんでござる。これはどうなんざんす、どうなんざんす。スライクマン、いや悪くない、いい、まあ、プリンがやっぱウルティが良かったけど、全然プリンちゃんでもいい。オッケーよし、今ね、いや正直、まあ、ウルティじゃない、いやでもプリンもいいみたいな、複雑な心境でした今。よし、行きたよ、麦わらでスネークマンで。これさ、待って、これ最後多分ピックアップ確定じゃん。ってことはあれが別なんだよ多分。ってことはもう一回ピックアップ来るんじゃない、これダブルピックアップ来るでしょ。何この神引き、マジで神引き。まあ、0.5% だからか、ピックアップが多いのは当たり前なんだけど、これ多分違うよね、別だよね。最後にあるよね、一体。ほら誰、ゲッタービスター、あ、ネコマムシか。まあ、オッケー、赤ね、赤が強くなるから全然いいです。いや、よしよし。プリンちゃん最高だぜ。これもう一体プリンちゃん来ればワンチャン ?80 プリンちゃんあるか、あるよね。じゃあ次2周目いきましょう。バウンティーコイン5万か。まあ。でもこの次のね、ピックアップキャラ1体確定もあるから。いいぞ、これ来てるぞ、マジで。来てます。まあ最近、超フェスと比べちゃうといかんよな、それは。それは、確率が違うからな。
ああでもこれはどうだ、まあバウンドマン1体ありゃいいかな。オッケー、爆笑はない、爆笑はない、オッケー、爆笑はないだけ全然大丈夫でござるよ。さあ行きましょう。さあ金、ああるんじゃない、これいいんじゃない、盛り返したぞ後半。これ1体とかじゃなくて何体か出てくる可能性があるのでは。2体あるんじゃない、2体、いやいいぞ。今んとこ爆死が1個もないっていうのは本当にやっぱりかなり気持ちとしては最高でご、きたー。あーディフェンダー、ディフェンダーピックアップじゃない、あーの、のみ、待って、ちょ待ってー、これ最高だよね。ホールケーキアイランドの波ってめっちゃ強いよね、めっちゃっていうか全然あれだよね、あれこの波だよね、あのステルスとかできるやつって、えこれだよね、この波だよね、え全然当たりじゃない、えちょっと待って、ま、えマジで、えありありあるー全然ありなんだが、いやこれもう一体なんだこれ、波に乗ってるぜ乗ってるぜ乗ってるぜ、私は俺は波に乗ってるよーい、やばいよこれマジでやばい、ちょっと待って、こんな神引きしていいの、怖い、やばい、これはしかも待って、これマルコ、まさかマルコ、マルコお前、おいまさか80きたーうそー、あらーこれ来ちゃったわね、これやばいわよ、えだってこの波でしょ、この波でしょ、ホールケーキアイランド波だ、えちょっと待って見ていい、見ていい、えこれだよね、ステルス、ステルスかこれ、これだっけ、えやばい分からんこれステルス、ステルスか違うか、えこっちのナミさんじゃなかったっけ、あれ違うか、まあいいや、まあいいや、まあいいや、とりあえず行こう、だってマルコ出たからどちらにしても。さあそしてピックアップキャラ確定ですね、これやべえやべえ、さあもう一回どうだい、もう一回なんだったらスネークマン来てくれてもいいんだぜ、いやーこれはさすがにちょっと求めたか、いやでも32オッケー、爆死、まあ爆死はないか、爆死は元からないか、ピックアップ確定だもんな、このピックアップがウルティだったらもう100点満点、白か、まあじゃあ1体か、多分1体ぐらいですね。さあ100点満点をいただこうか、ウルティという100点満点をな、さあ来てくれよ頼むよ、いやこれ最後でしょ、最後最後1回だと思うが、アタッカー、アタッカー来い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 、なんだったらプリンちゃん、プリンちゃんかウルティだからアタッカーがいい、開けた、いやでもゲッターでもマルコか、ビスタ、ビスタありビスタあり、よしよし、いやーし、今ビスタ何レベル ?85、 いやこれビスタ100の未来もあるぞ、全然あるわ。そして最後無料ですよ、でまあかけら100使っておしまいかな、まあでもワンチャンもしかしたらピックアップ確定までやるかもしれないけど、まあ多分、お無料だけど、無、いや分からん分からん、どうだ2ポイント2、次の文字次第、次の文字次第、はい、うえいや無料はダメです、あれ課金しろとなるほど、無料は絶対星4出さないという、そうですね、この見えますね、そのなんか心意気というか、まあ、偶然だろうけどね、偶然だとは思うけど、あの確率は変わんないはずなんで、それあれだけど偶然ですね。はい、というわけで、まあこれステップ、次が4なんで、またこれは引きます。はい、あの、かけら100個もちろん欲しいんで。だからもう100個、まあまたちょっと、課金しといて、もしくはまあちょっと配布で50溜まったら、まあちょっと裏で、さすがにこれ引く感じになるかな。あの、1個だけなんで、10連だけなんで、ね。まあそれか、なんかの動画の、最初かなんかに引いて、10連引いて、まあかけらゲットして、まあちょっとその動画、だいたいなんか21時のってガチャじゃなくて検証じゃないですか。だその時に、まあちょっと10連これ引いて、まあちょっと、そちらの動画行こうかな、みたいな。いつもね、基本的に、21時とかに、ガチャ動画、たまにガチャ動画。だけど、まあ基本的になんかいろんなキャラ使ってみたみたいなのやってるので、よかったらこういうキャラ使ってほしいとかあったら、言っていただければ。だそれこそ、この、今回ゲットしたってか80になったキャラクターたちいっぱいいるんで、そのキャラクターたちもちょっとどんどん使っていこうかな。ビースターも使いたいし、マルコも使いたいし、それこそレイリーも使いたいしね。ワカレイリーも80になったんで、いやだいぶこれ80増えたんじゃない、今回のガチャで。こ
これマジで嬉しい。待って、こんな、これは神引きだよね。これは神引きって言っていい。まあでも今までがあれだったんかな、なんか超フェスだったから確率がやっぱり。何これ、ルームマッチに招待されてる。いや、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとルームマッチは申し訳ございません、すいません。まあちょっとこのさ、まあ、確率がやっぱり明らかに高いっていうのはあるから、多分提供割合がね、この超フェスだと 0.2 とか、まあピックアップ 1% とかだけど、ほらこういう感じでピックアップがいっぱいさ、2、4、6体もさ 0.5 があるから、まあそれは当たりやすくはなってるよねっていうことだとは思うんだけど、いやこれ待って、これ今どんだけあれなった、ガチャで。ちょっと今日はちょっとごめんなさい、ガチャ回になっちゃうんだけど、獲得順じゃダメなのか。あ、でもプリンちゃんだよね。これプリンちゃん71レベルまで増えましたね。いや、これ80にするのありなんだよ。あ、ごめん、あのごめん、経験値玉ちょっと集めますね。80ありなんだよな。普通に強いのよ、このプリンちゃん。プリンちゃん強い。まあでもちょっとウルティが来なかったのがちょっと残念だったかなっていう感じでは正直ある。そこがちょっとあれだけど、このナミさんじゃないよ。これ2年後だもんね。やっぱりさっきのだよね、ナミさん強いのっていうか、ステルス性能があってみたいな。あれ違ったっけ、このナミさんでもないもんな。まあとりあえず、まあ今回かなり、まあでも、あ、そっか、ゴッドソップ来んかったのちょっと残念だな。ゴッドウソップは正直ちょっとこれから絶対また来ると思ってるから、ゴッドウソップ正直ゲットしたかったし、まあでもマルコゲットできたの大きいよな。緑のマルコゲットできたの大きいし、まああとビスタだよね。ビスタも普通に多分強いと思うから、このキャラの、このビスタもレベル85に、まあ十分すぎるけどね、85は。ビスタは85にできたので、これも、SS ランクのね、リーグ帯とかでもちょっと今後ね、その、100レベルとかにしないとちょっと使っていけないかもしれないんだけど、まあ SS ランクでもいろんなキャラをちょっとね、今マムとキングっていうのしか使ってないじゃないですか。まああとたまにエンマゾロと、まあその、エンマゾロシャンクスか。そこら辺なんだけど、やっぱりいろんなキャラでやっぱり、ね、リーグ戦潜っていかないと、うまくまずならないし、ね、その動画的にも同じ感じになっちゃうから、あ、ペロスペロとかもピックアップ来たらやりたいな。緑絶対また来るでしょ。うん、まあでもまず青だよな。だからウルティはどうしても欲しかった。まあウルティはもうかけらで80ありだな、正直。ちょっとこれは悩みましょう。まあウルティはマジでちょっと強いんで、しっかりちょっと育てます、このウルティに関してもね。はい、止まった。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。SS ランクちょっと早めに1000いきましょう。もう最近もういろんな方の動画めっちゃ見てる、バウンティの動画。はい、なんかおすすめの方おりましたらぜひちょっとあのコメント欄でね、ちょっと他の実況者さんの名前出すのあれなんで、まあ、よかったらなんかツイッターとかの方で、ツイッターやってるんで、あのトライアングルって調べてもらえば出てくるので、なんかよかったら DM でもリプでもあのください。もしおすすめの方いましたら、はい、多分有名な方は基本的に全部僕見てますんで、はい。というわけで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。